あれ子供増えた長男です子供増えてるそうなの。そうやろ。あ、お誕生日おめでとう、ゆうちゃん。 ありがとうございます。おいくつになられたんですか。23です。あー、若い。どんだけ一回り以上嘘ついとるやん。今日このフルーツパーラー神岡一番楽しみにしてるの俺たちだと思う、ね、今撮る人の中で。そう、この商品だけなんだ。ね、そうだね。そっかそっか、まあ、しゃあないな。うん、初めて入ったよ。すいません、ありがとうございます。スイーツセレクトランチ。わかんない。赤いよね。切れた。何した？今ちょっと食べたい。はい。お願いします。え、でもゆめちゃんも初めてこっち来るの。初めて。いただきます。ありがとうございます。美味しいですか。美味しい。イエーイ。ありがとう。じゃあ、うん、幸せだね。よかったよかった。こんなに。子供と孫に囲まれて本当ですよ、本当ですよね。本当ですよね。子供、お母さん食べないとあれじゃない。そうだよ、お母さんにあげて。大丈夫大丈夫。バブ、最近数字が通知高めでちょっと制限気味なんです。コレステ。ジージもそうだよね、コレステ。数値高め数値高めになっちゃってる。俺身長高め。ジージちゃんも卵ちょうだい。美味しくない。桃以上に桃。これは何だ。桃以上に桃だった。本当桃だね。桃だ。桃食べてる。中にコーンフレークとかさ。あ、そうだね。そうだ、入ってない。詰め込んでる感じないよね。かさ増ししようと思ってない。ええやつ。あ、それ先生。美味しかった。サンドイッチ。美味しかった。美味しかった。お姉ちゃん。サンドイッチめっちゃ美味しかった。美味しかったね。すんなり入った。ごちそうさまでした。はい、じゃあ行きましょう。待って、ずっと待ってたんだ。3時間も待たせたな。触っちゃう、触っちゃう、触っちゃう。ちょっと自己紹介したくないんですけど。でした。払ってくれるぐらいの感じで。ゆうごちゃんの誕生日。あ、すいません、すいません。ありがとうございます。ごちそうさまでした。